今日は北村匠海についてジャーニーさんが話すみたい。私は鳥取砂丘に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。俳優の北村匠海っているじゃない。いるね。主演映画東京リベンジャーズの躍進が止まらない若手のホープ。その北村匠海くんがメインキャストの一人として出演するドラマナイトドクターで、彼の不在が不自然すぎるって話題になってるのよ。メインキャストなのに不在？取ってつけたようにチラッと出てくる程度で、なんかすっかりレアキャラになっちゃってるみたいよ。ドラクエでいうはぐれメタルだ。それもそのはず、北村くんは今東京リベンジャーズの宣伝活動で大忙しらしくて。知ってる。なんとか映画祭のなんとか部門への出品も決まってるんでしょ。全然知らないじゃない。そりゃ自分の主演映画と他人が主演のドラマ天秤にかけたら、誰だって自分の方取るよね。そんな言い方しないでよ。北村くんは内外ともにここで優しきヤボーイなんだから。タイプなんだね。もろにね、できればうちに欲しかったくらいよ。彼にメリットないでしょう。ねえ、どうしたらこの先レアキャラでもドラマで自然にカムバックできるかしら。いっそレアキャラをとことん生かして、最終回に超巨大化したラスボスとして主人公を食うしかないね。いやよ、そんなの彼のイメージじゃないもの。そんなにレアなら、いっそ主人公をはじめキャストのみんなが北村くんを探す旅に出る冒険者に変更すれば。いいね。っていうか、彼は本当に映画の宣伝が忙しくて出られてないだけなの？どういうこと？一昨日パチンコ屋に並んでるの見たよ。